ございます。ちょっと持って。よろしくお願いします。いやいや、動画で撮る。動画だって。あげちゃうよ、YouTube にしちゃうよ。そうだよ。沼城がどこ出ませんじゃん。まあ、そうだけど。これ、ポッキー入れとくかじゃん。しないでしょ、私ここに。うん。これ入れる？あれ持ってきたの？何よ。あ、持ってきた。はい、どうぞ。うん。入れてくれる？ちょっと下降りてから。そうですね。この三振の禅でさ、あの河合さんという人の絵をやってる。同じ河合というんだよ。あの千葉本町の河合さんと同じ河合。三本街に合う。三島に住んでって言うからさ、あれかもしんねえな。身内かもしんねえよ。あれだってほら、誰もそうだもん。米山の三本川だよ。うん、あそこにあるわ。まあそりゃそうだろうね。今どっちか千葉本町にもあるじゃん。河合の弁護士だか司法書士みたいな河合さん、女の人で。だから三塁じゃない方もさ、三島が結構いるんだよな。三本川にいいの縫いもいるんだよな。かわいい、うん、あの西の方に、うん、やっぱり三水が一番だから。三島だとほら暦が暦師がいるくらいだから、うん、でも人間的に三水は三本川のがいい。あら手袋なんでこんなに怒ってんだろう今。2つ落っこちたんだ。だからさ、落っこちたからあげたんだろ。いや、片方は落とすんだとポッケに入れて。ああ、そうか。スリって滑るな。ここだって、どんなの？まあ、だから、もうみんなだね。もう3点。3.11 以降はも得だっけ。1万円で1000円とかそんな感じだ。そうだけど、あのあれだ、コロッケの祭り、この前の連休の時、今度これからいいよね、ちっちゃいの。シクラメンだ、これからな。冬のシクラメンはこんな味いんじゃってんだけど、これこっちほらあんまり歩かないからね。稲荷さん、お稲荷さんだ。
かないじゃん。いやだけど最近あれだよ、あの関係山の売りがみんなこのコースで、あっちがほら橋のたもとはよく分かるし、ここはあんまり分かるかな、初めてのような気がする。だから分かる、違うよ、初めてじゃないですよ。いやだから私にまで来てないんで、日が陰るともうすげえ寒いな風が冷たいし、向こうだよ、こっちだよ、まあ同じだろうね、同じさ。そうや、うん。矢印通りに行きましょうよ。ね、風とか、もう下がってらんないよ。もうパトカーだ。展望台な、右側のあそこにあった展望台のところにさ、昔展望台があったんだよ。で、あれがカンナミ行ったみたいな、月光になったみたいな。あ、そっちの、うん、月光展望台になってる。昔は神木山ったらもう展望台だったんだよ。なっちゃったんだな、たぶん昔は良かったんだけど、うん、街が大きくなってさ、星が 見にくくなっちゃったんだよ。駅の近くで便利だったりな。狭しが行くんだよな。え、帰りって中見せだったっけか。そう、あそこがこう
そこで買い物するって。そういうこと。食べるところはなんか紙2つあったらアンケートかな。わかんない。中見せのあれかもしれない。日曜日だろ。日曜日かな。だから病院行くのがあんな5時なんだよ。あ多分角箱があるから沼津優じゃんな、きっと高校生あるだろう、代表だろう。そしてで沼津は三島北高が強いから、裾野でずっとほらあの本当にトップクラスでこうあれしてた子がさ、沼津で就職したいとかね。だから沼津から行った。うん、じゃあ沼津いいか。出身と勤め先だとどっちを取るんだろうね。やっぱりこれからなら勤め先か。勤め先ならね、いいじゃん、そこで出るっていうか。日本でさ国際大会に出るようになるんだ、すげえな。それも招待選手で区間取ればいいね。次で教会と五人の友と同時に見れる。見えてるけど。それに同じのか。そうだ。あ、何、橋作ってるけど何だろうね、あれ。工事用の橋？あ、そこが老朽化？でもそんな隣に作るかな。あ、下からあるからさ、歩道橋かもしれないな。歩く人のあれ歩道がないはずなんだよあそこ。え、だって走ってるじゃん。あるんだっけ？広いんじゃねえ。ただほら信号があってさ、だからこっから下に下ろすんじゃねえね。で下と下ろすんじゃねえかと思うよ。その向こう岸に渡れねえんだよ、心臓あの信号があって。なかなか警察のとこだからね、あれ。教会と五重の塔が両方見れるじゃん、右側。ここに新しいんだな、できたな。だってさ、ここを通らしてたじゃん、逆じゃん。あの五重の塔までとりあえず登って、ここなんかシャワーを、エペソ教会って書いてあるね。エペソデベソじゃなくてエペソ。そっちからこう入っちゃうから、じゃあこう、おみんなこっちへ来るんだ。あ、いいんだよ、向こう見せたら。あの、あれだ、あそこ病院のところからだ。うん、そうそう、まあ行ったじゃん。ただあのあれ車道行くんだよ。このついこの間ほら車道登らずにさ、その右側のあれを登ったよ。そこだ、そこじゃないよね、まだあっちだよね。あった、あった、あ
上がってない。足が上がらない。ちょっとまた痛いね。またろう。割り合っちゃう。つわぶきがね、あの日山は綺麗だよな。キャラブキ言うとつわぶきだよ。あんな硬いの食うかい。車で来るならこっから行きゃいいんだよ。いや、弥生で来るけど、車でここで行きゃいいんだよ。まあ、来たっけが車で。大谷、百姓がだな、あれなんてまさしたんだよ。病院の脇じゃん。後ろ病院だよ。あ、前のか。本当に、うん。まあ、昨日ここにな。そうだよ。怪我した時に。なんで気がしたんだあれ。血栓。あ、血栓なんか直接顔つくんじゃない。先生なんかいいよって看護処置だと思って。その回お医者さん行ってくださいよ。行ったっけ？行ったよ。ガクト。ガクトさんか。校長さんなんだ、すごい校長だよ。時間ないか。この間か階段登って上登ったんで、こう。お前この人登ったじゃん上、うん。近道。いや結構きついよだけど。きついさ。結構きつかった。ずっと登りが続いて、まあ近道っていうのはだいぶほとんどの場合がきついんだよな。ただ車で馬で来るからね、みんなここに車で行くんだよ。あそこの塔のところまで。そうそうそう。昔はその上まで行けたけどな。これだよな、今綺麗なの、うん、ね、彼岸花のピンク。人でも違うんだよね。うん、違うさ。葉っぱが違うもん。うん、これも来た。同じなの。ここに住宅があるんだね。大変だねこれ。津波来たら上に逃げれば車で逃げれねえな。詰まっちまうな。こっから辛いんだ。ひさすら。パラパラするんじゃないの。なんか東京の方であられが降ったとか言ったの。埼玉とか東京かどっかで。日本海から来たんだよ。そうだな。越えてアルプス越えてきたな。秩父アルプス越えて。だって今日明日雪だるの。だから最高気温が2度だ。うん。あら。いやいや。ああすごいね。運動不足かもしれないな。この猫ちゃん。ああ、国家層が見えるんだ。富士山も見える。ああそこから。ここだって何か。こっからも登る道があるな。ああ、富士山いいね。全然ダメだ。映んねえ。ハレー消防車やな。画面が。
明るすぎる。ゆっくり行こう。暑くなってきたな。青木の実がこれから赤くなるんだな。ずっと左回り込むとあれだろ。なんか車が来た。車来たね。こういう時に乗るなよな、車で。そんなの分かんないな。痛いね。ああ、ウォーキングは。あ、いや、もうちょっと気がつかないのかな、あの、藤井さん。音がそんなじゃないの。静かな。じゃないよ。もう帰ってきた。毎日登ってるから。同じ道来るの？違うよ、だから。毎日登ってるから、別にする。ウォーキングじゃねえよ。リュックかしてるじゃん。リュックかしだっていいじゃん、別に。別にリュックかしだっていいじゃん。毎日登ってんだって、一日何回も。姉に石碑があったよな、誰かの石碑っていうか歌だっけ。もうちょっと左側に、もうちょっと先か。そうだな、あの左行ったところに石碑があるな。誰だっけな。あれに向かってるからさ。そうだね、息が苦しいな。もう50度とは済むだよ。ここでもねえな。もう一個か。こっかと思った。こういうこんな感じのとこなんだよな、奇跡があるの。俺だけでもさ、あれになったの。何が。間開けて。ガードレール。うん。ああ、そうだね。落っこっちゃうね。タイヤ入るよ。脱輪する。
そこにあったね。浜人ハマンドとか もうそこが塔だからね。あ、そうだね、うん、塔までは近いんで。ほら、普通こうやって そっから登ってくんで、あのあれじゃん、そっから登ってくるのは普通だけどな、うん、一番最短距離だそこが。あ、そうするけどね、あそこ間空いてた。じゃあ普通こうじゃん。まあそうだね、崩れたのどうよ、のり面が。ここから登ってくるんですよ、うん、これが一番普通の横。ちょっと滑るね、うん、ちょっと傾斜急だから一般の向きじゃねえと思ってるんだな。いや、整理してないって、あのあれを見てないって。こっちか、嘘、こっちだよ。こっちから登ってんだ、いつも。違うか。そうか。そうだよ、こっちだと思うよ。ほら、ね、好きだ。走るはすげえな。ほら、そこ紅葉だけど見えないんだよ、ほら。ああ、そうだね。本当は紅葉なんだよな。漆だ。ああ、見えねえね。残念だね。隙間からも見えねえか。もっとさ、葉っぱがいっぱいの時は見えたんですよ。そうだね。あのね、だから上がってないんだよね足が。とりあえず五重塔でちょっと俺これ中に、うん、中入れちゃうよ上を。あ、止まった。どうした、ちょっと疲れたな。トイレは左だよって。ちょっとここでリュック入れる。今のし、ここで帰る人もいるんだ。だからさ、ウォーキングじゃないんだよ。あー、富士山と両方取れるんだ、ここだと。本当綺麗だな今。あ、こちゃん。ん？親子ちゃんの3人同じに。あ、そうなんだ。3代かもしれない。3代、うん。親子孫。うん、満足系だろこれ。いけません。じゃあまた、ね、そこ行くのが一番いいんだけどな。そうそうそう。いや本当に後ろならいいんだけどね。もう追い風じゃねえか、向かい風じゃない。
こんなってる。車を通る道はもう傾斜は緩いんだけどさ、その分長いんだな道が。上のトレイルの方行くのは楽だけど傾斜がきついよね。だけだね。そうだね、空吹きが多い。上着いたら温かいお茶あるよ、飲む。あっち熱々。まあ、それだよ。そうなんだけど回ってくんだよ。ほらハンドル何くちゃ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 すごいね。まずの街が鹿野川がこう真ん中通って神山いつも雨に叩かれてんだけどな、今年は最高だな。回り込むんだよ。見えてても車の道だもんね。傾斜つけられないね、車。あ、見えるのにな、こう左がこう行けばさ近いのにな。あれがいいね。あ、木の人かな。いい雪だね。シイの実落ちてねえわ。これから投げんだよ、ぐるっと回るから。あそこはここ峠出てきゃいいのにな。ぐるっと一周回るんだもん、これ。いや、見れた。
か左行く道前にあるんだよな。あるな、あそこ行く道が、谷が深いな。あれ、ここに出てくんだよ。これこう出てくんの、あの道はこう出てくんだよ。そこに顔があるはずだよ、違ったっけ。もうちょっと行くと顔があるよ。もうちょっと先かな、そこだ。ほら、そこ。ね、顔があるから。カッパか。かわいいね。もう左上がダメだもんな。展望台だもんな。ぐらってしまってんだろうな。裏側から登って階段降りるか。階段登るのつらいが。多分道は階段登らせんだな。そうだよな、海だもんな。全部押し寄せるような津波になったら。そこに川はあるし。逆流して。田畑平まで行くかもしれない。恐ろしいね、311みたいなのが起きたら。天城山がよく見える。これ行ったことあるよ、あの辺まで。展望台がもう一気長いんだよ、ここ。完全に閉まっちゃってるからね。
で、かぬき山の頂上まで行ったことないんだよな、このウォーキングで。展望台だけで。芝住展望台で。頂上知らない人多いかもね、だから。どこにあるか。かぬき山。学校は両半でな、トンネル挟んで、横浜トンネル、沼津工業と沼津商業。トンネル挟んでやねえな、ちょっとずれてるけど。今度一緒になるんじゃないの沼津商業そうだよな。ただ向こうは沼津じゃねえかね、商業高校は清水町だ、うん、名前は沼津商業。あ、違うね、階段登らせないね。あ、どこやった、どっから階段登らせるか。芝生展望台、まあ行かない人は多いよ。足があんねえ。足があんねえ。
とね、違う、あんなとこじゃない、長門は見えない、向こう側だもん。トンネルはどこ？トンネルはあの、あれがあの徳良山だろ、あの下だよ、あれが横山だから。あれかな、やっぱし工業、商業が。じゃあ見えない、見えない、トンネルの向こう側。あれだもん、寒くなっちゃった。ああ、そうだろうな。お、ほら三島駅に新幹線止まってるじゃん。え、あれ、うん、そう止まってるね。まあ止まってるのはそうだろうね、うん、あ、ほら来た、光だな、通過待ちだあれきっと右から来たじゃん、光だなね、あれ通過するぜ。揺れるね、地震じゃねえよなあ、違うな、上りと下りか、両方とも止まった。まあ違うよ、これ通過したじゃん。あ、出た、うん、光か、のぞみ町だな。あそこ綺麗だな、こういうほら、あそこのところがね、ほら、みんなあれだよ、雲がこうなっていくよあ、影が見えるね、下にずっと影が、うん、あ、そしてほら、出てきたね、やっぱりお昼からになるとあれだ、うん、あの辺がこう、姉山の向こうあたりが鹿児島峠なんだな。あ、まあ線がないから、上だからあれだね、綺麗だな。よし、鹿児島がよく見えんね。風が強いな。ああ、風が強い。上上がるんだ。飲む？熱いお茶。あ、猫猫。太ってるね。そうそう、餌くれるから太ってるやつ。違うですかね。で、こっちから降りよう。こっちがいいな。遠回りだけど、でもコースこっちじゃん、こうなってたじゃん、なったっけ、なったっけ、うん、じゃあ下に矢印あるから左行く、ないよ同じ道を行ってこいだったんだ、本当はきっと、うん、こうなってたじゃん、下を登るときに知ってるようだけど、あれは行ってこいのマークで、あ、そうなの、うん、こっちのあれってことじゃない、うん、じゃない、だったら矢印あるもん、こっちの誘導されるときは。今度ゴルフ場の降りだよな。そうだね、うん、え、そしてだってさ、これで港大橋のとこに出るんだよ、まっすぐ行くと。そのとき、あの、あ、そのときに宮古の前飛んじゃねえか、違ったか、あれ、あれ、あ、にあ、にらこじゃない、あの、沼子、にらこじゃない、にらこじゃない、沼子、ここだらたか沼津工業さ、だあれ、やっぱり沼子じゃねえかもね、さっき見えたの、上から。あれ、左に矢印ねえな、そしたら来たんじゃん、うん、だから左に矢印ねえなって言ってるじゃん、だってこっち上がらない、こっち行っちゃったじゃんあれ、うん、ないねこっちじゃねえのかな同じ道、そんなことねえら普通は誰も来ねえな、でも甘いのいないかね、心配なるね、いや、はい、私矢印もねえし、はい、矢印ねえな全然、あ、でもあれ土の方がいい、あ、そうそう、
あたり取らないかね。いや、あの、果物通りそうじゃん。そうだね、あの薄く、うん、スライスして、だから新しいの買ったのも置いてきちゃった。ほんと一回も使わないの。あ、それもしない。1万円、忘れもしない。置いてくるのがいい。だからさ、あのあれだって、あのおばさんのところだってさ、大変だね。だって4人だからさ、ちっと捨てていかなきゃダメだね。そうだね、うん、いくらあの子たちあれがないなって言ったって。で今度さ、ちっちゃい子じゃないんだからさ、うん、みんな自分の部屋が欲しいわけじゃん。難しいな。でもさ、住んでた人のところを借りるんだから、うん、ないかね、余計は。そこがゴルフ場か。何先なんだね。近かったな。紅葉のおかげだね。ゴルフ場、練習場。ゴルフのゲレンデだ。練習場だね。ここが、あの、ね、ここの店舗さ、結構練習場来るんですか。あ、来るか。電話から来るんだよね、新町からも、沼津からも。いや、三島からもここ開けたりして。三島いっぱいであるんじゃな。あっちにね。いくらでも。いや、気安いじゃないの。ほら、三島言ったってさ、うん、もう、新町寄りとかさ、あれがあるじゃん。いや、大戦の人たちね。うん、あの、市民。そこに一緒にこう交わって、河合さんなんてちっとの間来てた車、ね、運転台乗せるんだ、うん、大衆の岡田って人もよく来るよ。あ、そう、一万のゴルフ場に行ってる、うん、そう、一時すごくゴルフ流行ったんだよ、一緒の大衆の人だったの。そう、今もそうだよ。そうだよね、堀池さんがない人っていう。もう一人の人だから、そうやってね、行き始めると友達になるから、ほら引き寄せるんだって。だからマキちゃんに紹介したんだよ、フェイスブックの友達に。だから今フェイスブックの友達になってる。企業だから何でもできてもんね。だからその器用さが邪魔するんだ。山も本格的に登ってるしさ、冬山、冬の富士山登ってるよ。そういう山が、ね、自分の年を分かんない足にしちまう。しっかり富士山も登ってるで。こんなにチャウス山展望台とかさ、ジョギングやったりとかさ、
明日からさ、肉山とかも行ってね。でも下に来たけど帰ってあれだね、そう強いね、冷たい日が陰るから余計、おお、ここはもう日陰だから、左行くんだよな、沼津アルプス住所するの八重坂峠下が、下が何ブクブク下がっていい、うん、そう、下がる、そう、あそこから横山登るで、おお、すごいね、工事してるね、治水工事かもねえな、あそこ辺にあの園庭でもついてね、沢になってる、あそこ土砂崩れでも起きたら大変だね、道も立派にしてたな、だからどのくらい部落があるの、だから上にこう登れるような緩やかな道つくんじゃねえの、みんな急峻だからね、この静浦山地は、みんな本当でもさ、ここもさ、合流するあれがないね、うん、そうだよ、青木、青、そう、青枯れたのか、違う違う違う、あれしたのか、うん、だから、あったかい、ほら、これもともとあれだろ、伊豆半島時代がほら南の島を移動してきたんだからさ、あったかい木が多いんだよ、青木とかさ、青木が多いや、これも青木じゃん、青木が多い、あと備長炭だからあれだろ、ウバメガシ、ほら、水星、本当だ、水星咲いてるね、こんな日陰みたいなところに、うん、へえ、早いじゃん、水仙と、あ、咲いてるよ、うん、咲いてる、咲いてる、源平川の、これが流れんだよ、この、あれ、数えてもコンテの方が新しく来てるって言ったっけ、へー、
じゃああそこがなくなったら、あそこ映ったんだっけ、今度。神奈の風で。あれ何だったんだっけ。船乗り行ったんだよ。スーパーじゃないよ。船乗り行ったんだけど、忘れちゃったの。何だっけ。じゃあまあ、あるかなくてもいいよね。だってな気もするな。え、ないと。そうそうそう、不便だよな。市役所とか病院があるからさ、長期になりますしね、場所的には。これさ、桜を見るのにちょうどいいじゃん。花輪の実が、鳥が大喜びじゃないね。俺も学校休みじゃねえだろうな。まあ今日は休みだけど、2日ぐらいで終わりそうもねえよな。耐震工事だと思うけど。あの上から授業はやってんだな、中でちょっとな。あそこから落ちたじゃないんだよ、左なんだよ。あれは頂上だ、左の方で。なんだかの部品売ってる。あ、違うな、電動工具だ。料理の。すごいや、今日は。電動工具の大特番。沼津工業高校。特にも野菜を作ってる。赤いのはカラスウニ。ああいうジュースにするのかな。葉っぱ？ここでも作ってる。ネギだ。え、この葉っぱ？なんだろうね。はい。これは白菜。あのやっぱりジュースにするのかな。かもしれないな。あ、それだ。ケール。沼子だよ。修校だっすよ。そうだよ、修校だ。水パコじゃん。ちょうどいいじゃん。あ、修校だよ。誰だ、じゃあ沼子さん、修校だ。だから夫婦ともに母校はねえんだよ。夫婦ともにねえんだよ。いや、より長子が、長い中高校なんだ。私さ、りょうちゃんだって自然に興味が乗ってない。まず言ったような気がしたよ。自然に違うよ。どうしてほら、沼津があそこ行ったんだよ。そう。姉ちゃんはあれだけど、あの川の専門学校上行ったけど。
だっていくら国公立だよかって東北の方行くなんてね。え、北やっぱり北町の東北の方あれなのかな、どっかがあるんだよな、韮山東北大なんだな、あれでしょ、だからさ、そういう、ほら、北のあっちなんだよ、なんでさ、静岡の方、みんな沼、ニラだってそうじゃん、地図だよな、ああいうところはあんまり行くなって、ね、エリカ、エリカの花だ、こっち、色違うじゃないよね、なんでだろうね、どこへ行くんだよ、香織ちゃんは大学は千葉だとかなんとか言ってたじゃん、でも分かんないけど、千葉大とか言ったっけ、いいじゃん、千葉大の医学なんて、千葉大の医学かみたいな、それでさ、何言ってるね、ほら日本人教育室だよ、まさかそんな感じじゃないよ、あの子きついから、でも上行けるか、それと同じ、やっぱり孫がさ、自分の娘2人って両方の子がさ、同じ学年、理系と文系でさ、女の子、あーダメだ、残念でした、ほら梅雨草だよ、だから梅雨草ってほらこの前もそうだった、うん、気候が同じなんだよ、ここヤクルトなんだね、2階がセブンイレブンで下がヤクルト、あ、違う、下がセブンイレブンで2階がヤクルト、あらー、まあもう1階だ、もう1階ですね、いやね、ヤクルトで見ればまた別行か、歩道橋歩くんだよ、違う、いいじゃん、歩道橋歩けばいいんだよ、なんでいいんだろう、なんで、
知ってるよ。どこ行かと思った俺。欲しいの食べる？いいよ。このトイレは使いねえって。そう。ああ、魚市場もう終わっちゃったんだよな。セリやってねえだもん。セリアやってませんで。
勤めてたの、お前のお父さん、あの、あなんてっかあれなるかっつったかな、お、何これ、あ、浮き貝になりかな、記号だな、ほら、エビだっていろいろあるよ、そりゃそうだろ、知らない、あ、お魚が一番いいんだ、だからアジとかね、サバとかね、ちっちゃいんだ。食わねえ食わねえ。ほら年金生活者だからね、時の贅沢なんかできるんだよ。人はこっち。うん、こっち。今行かないでしょ。まあ今日はだけどビューを見ると綺麗かもしれないな、フィーさんは。でもさ、三木山のところだってさ、うん、あれがなくて、もうね、うん、あの雲がちょっとかかってきたんだよ。うん、こいこいこ。おー、船入ってきた、あ、出てくるのこれから頑張れ、カムの船もあのくらいあるのかな、大きさ、カムはここじゃねえからな、静浦とか西浦の方だ、餌でね、ちょっとおびき出して、うん、巻いてっから、いいんだ、ここら辺もつっていいんじゃねえの、普通の人でこんなところに餌がなるでもねえと思うよ、多分大きいかねえと、うち由来やかねえと、なんかさ、汚いような気がしてさ、もう汚いよね、深いよだけど、全然さ、透明度がないじゃん、深いよ、うんと大型が入れるようにしてて、まあそりゃそうだね、うん、ほっとほっと掘りまくってるほら、もうあんなだもん、あ、富士山もう隠れちゃった、うん、あれや、あっという間だったね、そうだよ、もう雲がさあんなに見えたのにな、本当にもう分かんなくなっちゃう、うん、これも行くし、あと牧水とあれだろう、芹沢記念館も行くんだろう、多分もうみんなね、まっすぐ行ったりあっち行ったりしてたもん、あ、それともあれかな、もう邪魔して行っちゃうかな、あ、付き合って歩いたな、うん、もう地持ちや、ここへ来ればさ、もうわかるじゃん、駅だと、うん、あ、ちょっとお日様の方よ、でも珍しいね、あそこ通さないね、今回いつもあそこ通すじゃん、あのなんか食い物屋のところ、あ、そうだよね、うん、いい混んだよ人が混んでてさ、あれでしょ、しょうね、あ、入らせる、こっから、こっからだ、あ、そっか、入らせんのかな、でもさ、今だって豚バズシはあのランクここになってるらしいから、へえー、
ほら、だからよく、あれに出るじゃん。安倍首相がさ、食べたほら、あそこがさ、銀ならこっちは銀だとか。お寿司で例えるなら、なんとかで、双葉寿司とか。どっちを取ります？あ、やっぱりあげないね。いつまでここから右や重視あんのにな。ママ、ママ。おお、怒りが錆びてる。塩水使えんだからな。まだ今の行くならほら、食べれるよ。ここまだよ。いい。値引きした肉汁で十分十分30%高いな、半額でそれ十分。あ、右に消してるよ。だからさ、ここでこう入るということだ。あ、だけど入るって言ってないよ。左切りって言ってるよ。入れ言ってない。入れ言ってねえよ。まあ、別に入んなくたっていいんだよ。入れないし入る。まだ時間早らんさ。10時間ねえら。浜焼き。しんちゃん今度はあれか、しんちゃんだよ。コウ君あれだから連れてきてやるか。ああ、でもユーキーたち食べないからさ。まだ3キロもあるよ。あ、本当だ、こっちだ。そうだよ、だからそうじゃ、いつもボックスのところに行くじゃん。あの海岸線行くんだよ。クルージングしてみたいね。なかったじゃん、もう。ある、あるある。あるよ。港一周して帰ってくるんじゃないの。二葉寿司って戻ってこいって。日本で一番沼津の干物。そうなの？干物は一番だ。イワシ自体が沼津が一番がどこだったよ。沼津の干物はイワシの干物が一番だよ。八王子からほら来てるよ。どこ行くんだろうね。どこでもいいじゃん。ほら、石仏があるようなとこに。ほら、だってあれないで。運や向こう向き、交通事故でもあったのかな。今度、あ、これね、クルージング。そう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 。8着。ほら。あ、30分だ。1000円。いいじゃん、子供と。そうだよね。うん。いいのがね、あんまり好きじゃないと思うよ。船は？子供500円でもいいじゃん。ね、子供のうちに。うん、そうそう。大人にならないうちに。赤がいいと思ったな。ここは反対なんだ。こうするの。名前が赤池だから、赤池だ。海抜 3.4 か。いいんだな。カモがいるじゃん。あ、本当だ、カモだ。カモカモ。
こが管理してるのかな、美容は水門は。これ県の建物だろ、何だっけ。あ、そう、ちゃう、あ、そうだろう、回転に、あ、あった、市だ、ポンプ場だ。あれ、右曲がりっていうよ、向こう道を右に曲がる。珍しいね、この道初めてだ。だってこんな階段なんてもある。うん、みんな海のそば行くもんな、いつも言うな。初めての道だ。あ、これ千葉浜行くんだ。千葉浜行くな、これ行くと千葉浜公園だ。え、もうそこがそうでしょ。うん、もう千葉浜のあれだ。いや、すぐそこじゃないか、だいぶ歩くよ。違う、うん、だいぶ歩くと思うよ、まだ。あ、そうか、まだここあれだもんね、うん。個人の家じゃねえな。白木よりね、白木面だって。今それ名前書いてあったよ。木蓮の白い花は。新人王案だね。フルクやってる。わかんねえよ。チューブプラントって書いてあるね。一番いいな、初めて歩けるの。あ、そして中でもいいんだ。やっぱりほら、もうあれだって。だからそれ一角なことは分かってるよ。で、ここがあれだろ、すぐそこが牧水のあれだろ、記念牧水記念館だな。そっからの海岸行かせんじゃねえ。時は保育園かね、幼稚園か、はい、ありがとうございます。牧水記念館こっち。でもこれ公衆電話があるよ。ここが牧水記念館だろ。あ、違う、個人の家だ。個人の家だった。そこだ、こっかな。違うね、個人の家だね。あの三文字が苗字みたいだね。飯田穂、飯田穂さん、たまっちゃん。千本浜リンゴ、なんていうの、ゴーリー、サトルパイアス。売ってんじゃねえ、千本浜の前だからいいんじゃねえ。左へ行って、
何を見に行くんだろう。左なんか行けってね。あ、牧水かね。そこが牧水記念館だな。行かねえよみんな。もういい。牧水記念館いいね。行ったからね、もう何回も。牧水もな、酒で飲んでばっかりいるから早死にするんだよ。酒は静かに飲むべかりけりなんつって死んじゃったら何もなんねえな。酒で命を縮めた。富士山見える。山だ。あ、ね。ああ、もうこれで隠れた。この辺いいね。立派だね。ね。もう蔵みたいな屋敷だね。うわー、立派な家多いね、ここは。右も左も。これは親石。津波で一発。起きないことを祈る。潮風だな。職人入れなきゃ直せないよ、これ広いよ。大きい家が多いね、この辺は。高級別荘ちゃったみたいな。なんていうんだ、先方ゴーリンかね。二世帯。いや、わあ、俺足が。いてててあ、バラだ。秋バラ。あ、綺麗だね。うん。秋バラだよ。すごい、あんなに満開ということじゃん。うん、右足が欲しい。心身が切れてる感じ。あそこがあれじゃねえ、千本公園じゃねえ。出身の島だ。寿司屋さんだ。
あれ結婚式場とか言ってたよね。あれ言われてからじゃん。大変だよな、これ 3.11 以降だよな。そうだよ、だったのはな、2011年以降だもんな。いい度胸してるというか。食べれねえよ、これな。何の実だろうね。なんか食べれそうな感じがするけどな。ブルーベリーみたいな。そう。そんなんだったらあんなに似合ってない。そうだ、色が。似合っとっちまう。鳥の巣みたいな、鳥の巣みたいな。え、もっとあっちじゃなかったっけか。あ、車が通る、来るからね。ここだって。あ、そうか。あ、違うか。コースそっちだよ。いや、あれを見てってなってるよ、だけど。あっちじゃなかったっけか。そうだったっけ。これじゃねえか。あ、向こうにあったな、うん、じゃあ向こうに渡るか。当たり前じゃん。アカシカイトのヒガラ。カヒだ。うんうん、そうそう。あの、丸いやつね。登るとだよ。下るときに、ね、登るときも、ほんとふくらへんやもん。すごいね、この サザンカがもう、いくつなんだろうね。いっぱいだね。サザンカだよ。すごい数だね。もう行ってきな。行ってきたから行ってるよ。いいよ、行ってて。もう全部あるね。
ボン緑町か。これから走り抜けみたいにここに入り切るみたいな。そうだね、また目立つかもがいた。どこにでしょうか。あの話したこと食べばいいんだよね、スーパーにちょっといつものよりも見たといいのじゃなくてもいいけどね。ここはリチェッタドイツ語、ドイツ語じゃないかイタリア語かな。あ、行ってる、いいや、行ってる。ほの字ほの字かよ。ここ曲がれって。このところ、本当に来たことないところはあれだね。ここはあれだ。うん、蛇が。蛇が橋の跡地だ。そこからほら、そうだ。うん。蛇橋じゃねえや。蛇末線だ。ないじゃん。これでも桜の時期なんだよ。蛇末線は静岡県で一番最初の鉄道だったね。そう。うん、鴨線だけど。じゃあこれでも桜の時期来れば、あれだ。桜の時期やればいいんだけど、桜ってさ、1週間遅れるともうあれだからね。なるほど。まあ行きたいじゃん、桜いい時に一度。え、一番良かったかい？一番？邪魔すんね。どうしよう、あれだけな。やべ、あそこから右に行くんだ。また出るんだよな、あそこへ。まっすぐ、すればいいのに。大通りで。もう左が千本だろ。千本の道を行くんだよ。ほいで、千元さんと行くんだろ。丸子神社、丸子浅間神社。浄雲寺行かねえな。浄雲寺にはね、牧水のお墓が、和歌山牧師の墓がある。反対側の石だもんな。入ってすぐだよ。向こうからもう入って、あー信号変わっちゃうな。今青だと。こんなのこんなところに行ってさ。うちは東方寺だ。臨済寺。妙心寺派。あ、提灯がね。いつも提灯があるのにな、浄雲寺の。大きい提灯が。今、ほら、これからまだお正月。あれかな、いいの、吊るすのかな、新しいやつ。
大金町がさ、出汁持ってんだよ。ああ、そうだね。結構あれだもんね。うん。あそこ射撃やってたじゃん。大金町。だから西間の人がさ、作曲してやったのが一個あってさ、芝本町も演奏してるよ。三島もみんなほとんど無人というやつ。あー、あったかくなったな。風がやむとあったかいな。街中は違うね。あったかいね。ポカポカするよ。気も変わらなきゃいいな。渡る？渡る。よし。待って、俺走れねえんだよ。よいしょ。左だよ。うん。これだったら変わればこっち歩けばいいよ。まあ、あっちの方が暖かい。そりゃそうだ。汗かいたの。下本町。マキちゃんここ来てんだよ。な、多分。え、沼津来てる言った？違う。広小路じゃないの？広小路じゃねえわ。沼津俺上が言ってねえんだって。あ、だから焼き鳥屋知ってる？こっちの、この通り？全然違うよ、駅の北口だもん。石川っていう。いや、だって横路の方で、あの自転車で行くの見たんだよ、前。あ、すれ違ったのか。それは広小路もいくら？いくら？地形もね。そんなのこんなにないんだ。でもだから、小学生のあれもあるんだ。今年の竜王戦はね、驚いたね。森内一緒しかあげれなかった。何の店だ。カフェって書いてあるね。コーヒーか。あ、観賞魚。金魚、熱帯魚。これはまたこのあれが、うん、奥行きあるけど。ぺっちゃんこだね。安田屋。そば。このさ、息子がさ、息子がさ、あそこ行きたいんだよ。結構。あ、そう、このお蕎麦屋？なんかさ、お蕎麦屋ってさ、どうしてもいいじゃないからさ、フラフラフラ。矢印ねえな、まっすぐかよ。あるじゃん。あった、右に行けた。ちょうどいいかね。お、鬼、携帯にメール入った。どうせあそこだろ、ソフトバンクね。もうすぐだ、ゴールは目の前だ。ここだよ、中見せだもん。こっち？うん。オフィス MAJC。 MAJC だって。鬼瓦。
が記事写真写真が出したの白壁上司営業普及官のナプスシャガール沼津銀座白壁ったらあ白壁って何ここ洋服じゃんどこがいや着物だで着物学生服とかって言ったら着物じゃん三島にもあるじゃん本当多分あいつ白壁になった時あるわ学生服白百合でしょ白百合かあれや着物だって白壁ってそうか感じやすいと俺白百合と白になるともうみんなあれにそう白ったらもう白知られたらどこそうだね昔からの丸城立派お茶だあの人たちのどこにいるんだどうせどあそこで食べてるかもしれないそうだね、うん、お昼食べてるんだあれ買ってくる変わるんであそこで金も好きだっけからせんべいは八重は好きなんだよねからせんべい嫌いな人ってそうそうあまりないなおじいちゃんが好きだったんだよ死んだおじいちゃんがここは何があるの惣菜屋だよだからさなんか、うん、あそうかほら、うん、あんのそうそう売ってんだね子供が美味しいですよ商売上手な子供がパトカーもいるやったんだよあの時あの大道芸の時もこの辺で何箇所あそこ一箇所で何箇所この辺でやったんだな二箇所あここでやってたんだここでやってたんだこっちはダメだね。こっちまで来ないか。いや、寒くなってきた。もうすげえ強い。歩いたよ。赤で。バッチシ。こういうのやだ。そうだよ。うん。何だったんだよ、前は。すごいね、あのリース。でかくね？クリスマスに。揺れてるね。何あれ？松ぼっくりかい？買ってくれいいじゃん。うん。